上でまずいことが。なあ、アシュアシュ、いや、クリス、アシュリー、そんな。あのおじさんの方はどこにもいない、多分。待て、動くな。動かなかったんだけどな、これ。いや、ちょっとした揺れでもダメだったんだ。何を探してるの？違う出口だ。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。エミリー、何なのそれ？炭鉱の中に連れ込んだのかも。俺そこにいたんだ。最悪だった。落盤があったらしい。50年代にね、作業員たちが閉じ込められたんだ。ねえ、これって。ん？この部屋は安全であるべきだ。やめて。それにはできない。マイケル、正しい選択ね。目を離すなよ。すぐに戻る。絶望。オーケー、オーケー。鍵を閉めないでおこう。閉めない、閉めない。閉めたら追ってこれないから。あ、できない。そんな選択肢ない。あ、そう。選んで外すとかできない。無理。さて。クリスな、いいやつだったのにつまんない死に方させちまったな。申し訳ないぜ。迷うほどの時間はなかったな、あれには。多分右を打てば爆発してね、火でやられて逃げるっていう感じだったんじゃないかなと思うんだけどね。なんかないかな。やばいのがいるっていう話をしてるけど、彼は手ぶらで来てしまった。あれは見たな。多分ハンナなんだろうね、あのベンディゴは。生きるためにベスを食ったんだと思うんだよね。あ、でも6匹も殺してるって言ってるから、あれがハンナかどうかっていうのは断定できないのかな。狼たちはどこだ？鍵ないかな。ケーブルカーの鍵。そこでじっとしてたらおっさんも死なずに済んだのかな。あ、なんかあった。これ葉巻か。うん、あのおっさんはなんか
死んでしまうキャラっぽい感じがするけどね、なんとなく。お、外に出た。お、なんだ、なんてこった。すべての十字架に1950年2月24日と同じ日付が記されている。同じ日にこんなに死んだ理由は。これ鉱山の関係の人だよね。鉱山に閉じ込められた一部の人間が共食いとかして現にこう大量生産みたいな。あ、襲われてるな。警告だ。襲われてる。狼たちはどこ行ったんだろうね。これ途切れてるしな。途切れてはない。あ、いけるいける。こんなとこに、こんな上のとこわざわざ行って鍵とか置かないだろうしな。上から入れる。来たお、総動ショットガン。まるで一昔前の探検家だな。これ使って鍵を吹っ飛ばせるってことか。よし。元気か。また会えて嬉しいよな。いや、また会いたいと思ってたんだ。よし、いいかな。よし相棒、ついてきな。よし、プランはこうだ。ここの地図は見てるから大体は把握できてる。間違ってなければ病棟の中に炭鉱の外に通じる道があるはずだ。探せるか。ああ、俺も同感だ。いいぞ。言葉が通じてるかのような。はい、
ジョッシュがなんか可愛がってたとか、なんか人に慣れてるんだよね、面倒見てたんですよ。でもジョッシュの演出にしては、白い服着た女の幽霊が通りがかったあたりとかは、演出じゃ説明できないじゃん。大丈夫だ、落ち着け。ベニーはいるの？お前みたいに動けたらな、通り抜けるのは無理だ。なんか狼は一頭じゃなくて何匹かいてるの？ダメ元だ。やったぜ。見たか？俺結構いけるだろう。なあ、相棒。出してくて俺たちを植えていく。やばいぜこれ。ここいじる。お前らたたちはお金、この実験とやらを早くやめるんだ。実験、やっぱりなんか作られてるみたいに、霊みたいな超自然的現象じゃないの？こっから出てきたもんにやられたって考えるのが自然だよね、こいつは。なんかクリスが捕まるみたいな表現あったよね、なんかね、ビジョンの中に。確かこいつじゃなかったと思うんだよね、渓谷の中に。これじゃないな、これ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 、エミリーか、エミリーだな、エミリーが見てる。あ、いたいたいた。右に登ってる登ってる。見逃した人は巻き戻してください。登ってたよ、今。一体何匹いるんだろうね、これ。映写機がある。拘束してるね。あ、外してる。あ、ウェンディゴになった。なんか
人が作ってるってことだな。幽霊同行じゃなくて、ん、幽霊同行なのかな。そのトモグイをしたっていうやつがちょっと様子がおかしくなってきてて、それを縛ってたらウェンディオにここでなっちゃったってこと。いまいち全てがわからないね。それにしてもあのワンコちゃんはどこ行ったんだ。あ、いたいたいた。どうした、気をつけて。あー来た。なんだよおい。君が唯一の僕の友達なんだからどっか行かないで。なんだ、先に行けってか。はっ。これは撃たなくていいだろう。ネズミかよ。ああ、気分はどうだこの野郎。服着てるね、ちゃんと。ワンコは？ワンコは？嘘だろ、こんなの絶対に嘘だ。マジで開けんの、行き止まりだ。誰だ、あ、くそ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 。また来た。なんだ
何？夢だ。オッケー。ここだよ、チ。シール君。いっぱいいる、いっぱいいる。おい、焦るなって。俺の肉は十分あるぜ。ちょっと。くそ。めっちゃいる。オッケー。で帰った炭鉱夫全員がウェンディ。くそ、ちくしょう。くそ、くそ、くそ、くそか。やったぜ。邪魔見ろ。ああ、くそ。疲れるのを見たね、ビジョン。これあの女子組が追っかけてきたらみんな死んじゃうよ。ささっとワンコ行っちゃったんだな。くそ。相棒、降りてこいよ。大丈夫だ。マリサ、あら、この帰りに会おうな。Thank you.
なんだろうな、鍵のとこ見ても何もできないっていうやつ。すげえ視点だな。やれることも他にはあまりないしね。それじゃ、ここって今一番入りたくない場所ナンバーワンかも。で、どっちが先？先にどうぞ。来れたね。療養所に通じてるのかな。きっとね。他に考えられる？いいよね、でしょ。はあ、何かがつけてきたら。分かった、閉めていいよ。私たちは進まないと。追いかけてこれるねえ。うん。これは皆さんのご期待に応えましょう。もうありえないよ。安全を取るなら仲間と交流ですが。ジェシカ、ジェシカ、あなたなの？気になるよね、みんな声が。俺も気になる。ああ、これなんか地下で聞こえてきた音に似てるね。ああ、やだ。もう何なの。ちょっと待ってよ。これは。無視もできるってことか。チェックしてみましょう。私の予想ではウェンディゴかな。パカッ。あー
やっぱり。ごめんなさい。真っ暗だ。すまねえ、俺の好奇心のためにあ、ここは見たことあるビジョンで、最高。そんな行き止まりじゃない。大丈夫、平気、私なら行けると思う。まるでロッククライミング。私は行くからね。冗談でしょ。ロッジに戻ってて。でも一緒にいるべきじゃない、サム。あ、ごめん、マイクを捕まえなきゃ。あんたが一緒じゃなくても。だったら無事に戻ってきてよね。前にもやったじゃん。おう、うん、そうだね。飛び越えよう。おい、見たような顔したから。ウィー、なんかここやばそう。誰？ってこと？行くなってこと？え、どういうこと、どういうこと、今の何？なんだ今の。え？え？何今の。なんか行くなと言わんばかりの何かが出たけど、初めての演出だからよくわからないな。木の中にサムのはないんだよ。うん、なんだろう今の。やばいのかなこの先。はあ、
お、外だ。さて、どっち？すごい道が分岐してるな。来た来た。もう！もう。から入ろうっていうその判断がすごい。それだ。逃げろ。あ、なんか出てきた。これか。マシュマロでも焼く。ベンディゴの霊だ。なるほど、そういう演出なんだ。あの場で出たのは何だったの？おい、大丈夫か？ああ、大丈夫って？生きてるかってこと。化け物の住処を探すとするか。